セルビアの軍と基礎自治体セルビアの軍ではセルビアの第一級行政区分である軍について述べる。セルビアでは各基礎自治体は軍に属している。スラブ諸語でオークルーグは複数の国の行政区分の故障として用いられている。その意味はドイツ語の行政区分の故障、クライスと同様に円や囲いのような意味である。セルビアのオークルーグは 日本語では、軍あるいは、管区と訳される。セルビアの領域区分については、国民議会によって1991年7月24日に、承認された、領土構成と、地方自治行政の方によって定められており。この方によれば、共和国の領土構成は、地域行政を実行する市と、基礎自治体を包含するものであり、ベオグラード市は独自の領域区分とし、また、 自治州は、領域的な自治を形作るものであるとしている。1992年1月29日の法の施行時に、セルビア政府は軍を国家機構の地域的拠点とし、関係省庁の施策を実行するものと定めた。それに加えて、1999年の国際連合安全保障理事会決議1244によって、南部のコソボメトヒア自治州は、 国際連合の統治となり、その地域行政区分は、国連暫定統治機構によって変更された。セルビアは、この変更の有効性を認めておらず、セルビアの定める、地域区分は29の軍とベオグラード氏に、分けられている中央セルビアには17の軍がある。中央セルビアの軍ボイボディナ自治州には7つの軍が、あるボイボディナの軍コソボメトヒア自治州には5つの、軍がある。 1999年以降、コソボ・メトヒア自治州は、国際連合コソボ暫定行政ミッションの統治下となり、セルビアの統治権はほぼ排除された。アンミックは、行政区分を改編し、それまでの5つの軍に変えて7つの軍を設定した。以下に、改編前の軍を示す。コソボ・メトヒアの軍、アンミックによる、 改変国際連合コソボ暫定行政ミッションは2000年、コソボの行政区分に次のような変更をもたらした。セルビアはこの行政区分の変更に抗議し、これを有効と認めていないものの、アンミックは、この改変を実施した。これは、国際連合安全保障理事解決議1244に基づくアンミックの権限によるものである。コソボの地域政府は、コソボにおける、 セルビア政府の主権の行使に反対し、2008年にはコソボの独立を宣言したが、国際連合からは承認されておらず、そのためアンミックによる暫定統治は終了していない。1999年に樹立したアンミックによる暫定統治は、それまでのコソボメトヒアジ治州の軍を改変した。2008年以降の自治体構成は以下の通りである。 アンミック、エスディストリクツオブコソボ。ありがとうございます。